ニセワニ類は、爬虫類の打ち取り系類と共に、主流類を2分する系統群。地面を這うものや、直立歩行をするものなどを多様性に富む。ジュラヒまでに大部分が絶滅したが、現在でもあり、形上目、特にワニ目は生き残っている。代表的な初期のニセワニ類には、後期三畳期のアルゼンチンに生息したリオジャスクスがおり、他に有名な属には、 ラウィスクス類のサウロスクスやエトサウルス類のデスマトスクスなどがいる。2021年時点でニセワニ類は原生のワニを内包する分類群として扱われている。1990年にノードベースの系統群として提唱されたクルロタルシ類とほぼ同義であったが、後の系統解析により食粒類の位置づけが変化したため年以降はクルロタルシ類を ニセワニ類よりも包括的な系統群と見る見解がある。ニセワニ類の特徴としては、顎の骨にセメント質の思想が形成され、そこに歯根がはめ込まれるようになっている点が挙げられる。これは、ニセワニ類のみでなく、主流系類に広く共通する特徴ではあるが、思想を持つ、爬虫類をまとめ、正式な分類ではないものの、相場類として扱うこともある。また、 ニセワニ類は歩行姿勢が直立に近い点も特徴である。恐竜も直立歩行を実現させているが、彼らが腸骨の肝骨臼を貫通させて大腿骨を下向きにしたのに対し、ニセワニ類は肝骨臼が下向きになるように股関節が膨らむことで直立を可能としている。ただし、ニセワニ類の中でも原生のワニは獅子が体の横に突き出しており、 直立歩行を行わなくなっている。基盤的なニセワニ類は、反水性に適応した原生のワニと違って扁平な体型でもなく、陸性に適応していた。また、頸部も獣脚類の恐竜のように細長くなっていた。ニセワニ類はワニに似た外見を示す一方で、ワニそのものを含む系統とはみなされてこなかった。1980年代には、相場類は、 恐竜の祖先にあたる分類群として扱われており、ニセワニ類も恐竜の直径の祖先として相場類に分類されていた。ニセワニ類は1985年にステムベースのクレードとして定義された。その定義とはワニと鳥類よりもワニに近縁なすべての生物を含むものであった。伝統的にはアエトサウルス類のみを含んでいたが、系統群として定義されてからは、 ニセワニ類という名称に反して、セイワニ類も包含するようになった。なお、クルロタル種類は、ステムベースの系統群としては、ニセワニ類と同義であるが、ノードベースの系統群としては、同義ではない。2011年の系統解析で、食粒類の位置づけが変更されたため、クルロタル種類の範囲は変化した。ネスビットでは、食粒類が、 主流類の姉妹群に位置づけられ、クルロタルシ類は、系統学的には、ニセワニ類だけなく、鳥類系統の主流類と、食流類を含む、系統群となった。すなわち、クルロタルシ類には、恐竜、翼竜、食流類も含まれるようになり、ニセワニ類は依然として、ワニ系統の主流類だけを含んでいる。以下は、ネスビットに基づいて、 ワニカタチウアメの系統学的位置を示したクラドグラム。以下は、ブルーステートールに基づくクラドグラム。この系統樹においては、クルロタルシ類とニセワニ類は同義である。ありがとうございます。